はい、皆さんこんにちは。今日はスーパーデュークアールで出かけております。2月4日土曜日かな。気温7度ですね今。今日はね、ちょっとしばらく前から何回か行こうとしてですね、行けなかった大洗に向かっておりますね。大洗のシーサイドステーションっていう、まあ、時々年に 1,2 回行ってるそうですけど、ちょうど1年ぐらい前にも行きましてですね、まあ、仕事を辞める話とかをですねしながら行った覚えがあるんですけれども、まあそんなことを思い出しながらというか、まあ、別にそれに何か関係があるわけではないんですが、シーサイドステーションっていう、そのちょっとその、かそってるショッピングモールとしてですね、少しSNS でもう少し話題になったってほどではないかもしれませんが、結構そういうふうに言われてますね。テナントがねかなり少ないっていうやばいでしょっていうねとこなんですけれども、まあ、そこでですね、まあ、かき揚げ丼、あ、天丼かき揚げ丼か、前回一昨年ぐらいに行った時にかき揚げ丼食べた気がしますね。で去年は違う店でなんだっけ、カレーなんか食べたんですよね。かきフライ食べたかったんだけど食べれなかったんだったような気がするな。まあ今日は何にしましょうかね。まあ天丼かなとは思ってるんですけど、またでもまあ違うものでもいいかなと思いますね。最近ねカツカレー食ってないなと思って、そういえばいつも私カツカレー食べると思われててですね、心外なんですけれども、でも最近食べてないし、そろそろ食べてもいいかなっていう気持ちもないではないんですよね。で、あとその前にですね、あの蛭間っていう、まあ、湖というか沼ですね、そこにちょっと寄って、キャンプ場をそこを利用してみようかなと思ってるんで、まあ、下見がてらにちょっとね寄ってみようかなと思っております。さて、あと3分で着きます。もうもう地図的にもその向こう側、そこの林の向こう側は蛭間なんですね。で冬キャンプをねしようと思ったんですけど、千葉に、まあ、一つキャンプ場を見っけたんですよ。でもね、まあ、こっちの方が近いし、湖畔でキャンプできんだったら、千葉に見つけたキャンプ場はそんなにこうなんていうか、キャンプ場からの眺めはいいわけじゃないんで、私はちょっとねロケーションを重視したいんですよね。ただこっちのキャンプ場は乗り入れできないんだよね。乗り入れできて景色がいい湖畔とか、まあ、水辺、川岸でもいいし海でもいいけど、乗り入れできる水辺のキャンプ場っていうのがねちょっと希望なんですけど、なかなか難しいですね。なかなかない、その両方どっちかがねあるんだけどっていう、まあ、乗り入れっていうのは意外とね条件が厳しいですね。あとまあ海沿いって、まあ、風が強いからかな、あんまりこう海にその水辺っていう感じの、水辺っていうかその、まあ、波打ち際じゃちょっと困るけど、海がね見えるようなロケーションキャンプ場ってあんまりないのかな。大体海岸沿いのキャンプ場ってその海水浴をする何か拠点みたいな感じで、そのキャンプは何て言うかな、海に近いんだけど林間のキャンプ場で、ですぐに浜にアクセスできるみたいな、そういうのを売りにしてるところが多い気がしますね。さあ、蛭間自然公園というところに来ましたね。まあ、まずはとりあえずね、入ってみます。そこか、
場って書いてますね。受付。あ、キャンプ場か、ここは。あ、有料のキャンプ場になりますな。空いてるな。なるほど。ここも結局林間なのかな。あ、地図があった。基本林間な感じですね。ちょっとパンフレットももらってね、少し説明も聞きました。フリーサイト2000円の入場料は500円ということで、まあ、1人でやると500円、あ、2500円ということになりますね。まあ、ただね、サイトからは湖畔が湖は見えないし、乗り入れもできない。まあ、シーズはしっかりしてる感じで、近いのがメリットって感じですね、私にしてみれば。1時間程度で来れると。さあ、ちょっと公園、ここが公園なんですけど、ここからも湖見えないんだね。そうなんだって感じ。ちょっとトイレ借りて。なんか惜しいな、せっかく湖畔なのに。そうなんだって感じ。日野自然公園管理所が何か何にもなかったというか、ちょっとした売店があって、トイレがあって、あと管理事務所は本当に管理事務所であってっていう感じですね。日沼のすぐ近くを今しばらく走ってるのに、湖面をほぼ見ていない。さあ、とりあえず、あともう一つね、広浦公園というキャンプ場があるようなので、そこを見学していきましょうか。なんか場所的にはそこは湖畔のキャンプ場っぽい。あ、見えた、湖畔が。ここ第二駐車場なんだ。広浦公園も同じく2500円っぽいですけど、湖畔だったらそっちですよね。今日は土曜日だから、まあ土日でね、キャンプする人もまああっても不思議じゃないんですが、今のキャンプ場は結構空いてはいましたね。テントはほぼなかったけど、ただ人はいたから。お、はい、面が見れました。なんかここ走ったかもしれない。あ、ここなんか通った覚えがあるな。この辺でなんか一息入れたな、そういえば。多分あの前回日沼に来た時。さあ、で、ここは通ってないですね。いいね、湖大好き。あ、水辺のある景色っていうのはいいもんですよ。水のある景色、そこが広浦で合ってた。広浦公園。え、ここが、ここ右で、あ、もうそこがキャンプ場ですね。あ、いいんじゃない。あれ、間違った、間違ったわ。ここじゃなかった、入るところ。入ってきちゃったけど、間違った。まあ、でもここいいとこだね。回転所だね。間違ったね。そっちだ。
人も間違ってた。いや、そら間違うわ。紛らわしい。行き止まりだ。でもここいいね、このベンチのところ。ここですね。ここでした。ここで？こっちか。ここのさらになんかややこしいけど、紛らわしいけど。ここだ。キャンプ場利用以外の方は第二駐車場をご利用ください。ああ、いいですねこれ。ちょっと向こうの方から見てみればいいかな。蛍光灯とか捨ててあるんだけど、あれ見れないですね。U ターンだな。U ターンしよう。うわぁ、ちょっと U ターンしづれえな、これ。ああ、これいいんじゃない。混んでるね、すでに。ああ、まあ当然のことながらというか、乗り入れはできない。いいね、完璧じゃん。いいね、よし。ちょっとね、近いうちに2月中にはここで一回キャンプしましょう。ウォシュレットもついてますね。2500円だったらまあいいでしょう。ちょっと2000円以内でという気持ちはあるが、いいですね、キャンプ場。ロケーションもバッチリですね。うん、乗り入れができないけど。じゃあ、シーサイドステーションに、ね、向かいますが、8.2 キロ13分ということでね、意外と近いので、今、1時2分ですけど、まあ、1時15分に、1時18分に着くと。このスーパーデュークの時計が遅れてる。俺だったらね、さっきの最初のキャンプ場より絶対いいじゃんね。どう考えても同じ値段で湖畔でキャンプできて、メリットは何だろう。あっちのメリットはオートサイトがあるな。あっちはでもフリーサイトで言ったらこっちの方が圧倒的にいいね。あっちはでもなんかあの公園でいろいろ遊べるから家族連れにはいいかもしれないですね。さて、じゃあお昼にしますか。ちょうどいい時間だね。結構お腹減った。あれなんだ、今急に腰が痛くなってきた。何かあったわけではないんだけれど、足がしびれ、急に足までしびれてきた。なんだ、年を取ったからもうすぐにこういう何かなんちゅうことのないちょっとした動きで何かが起きてしまうという、ろくでもない。いやー、だけどあのジムカーナーね、スクール、私52周走ったんですけど、もうよく走れましたよ、そんだけ。やっぱり多分ね、1番目か2番目ぐらいに周回数はしてますね。一人なんかすごいたくさん走る、いつもたくさん走る人がいるみたい、いたみたいですけど、意外と体力が持ちましたね。なんででしょうね、いつもすぐ疲れるのに。やっぱり集中力なんだろうね、モチベーションとね。まあ、話戻しますと、キャンプ場をね、タイガーでキャンプ装備してきてですね、フルパニアで来て、で、そうですね、まあ3時、遅くとも3時にはキャンプ場入って、いや、もっと早くてもいいな、昼から入って昼ご飯から作るね。で、夕方まで
ゆっくりして、で夜は焚き火して、なんていうね、そのキャンプを楽しむ、もうもはやバイクで行く意味はないんではないかというレベルですが、バイクで行くことで途中も楽しめると。そして翌日ゆっくり朝ごはんを食べて、午前中ゆっくりしたら出発して、お昼をどっかで食べて帰るみたいな、そういう感じのね、ゆったりキャンツーやりたいですね。まあ、天気ね、天気大事ですね。めっちゃいい天気の時やりたいね。気温は12度以上でやりたいね。ちょっと10度切るのはやだね。外でゆっくりできないよそんなの。よし、じゃあちょっとね準備しますね。来週は天気がねちょっとあんまり良くないっぽいんですけど、来週再来週にかけてちょっとタイミングを見計らってパッとよし今日だみたいなと思って、あ、予約はどうなのかな、事前予約が必要か当日行けるのかによってもちょっと変わってきますけど、当日 OK だったらね助かりますね。まあ、この時期平日だったら、まあ、今土日土曜日でまあまあ入ってる感じではありましたけれども、まあ、平日だったらねそんなことないでしょうから、大洗あと6分なの、早いね、そんなに近いのか。鬼怒川、鬼怒川だそうです。1年前に来てですね、で食べはご飯食べた後ですね、砂浜のところを散策したんですよね。で仕事を辞めてからね、もう多分ゆっくりする時間がたくさんできるだろうなって思いながらですね、暇を持て余しちゃうかもしれないけど、まあこういうところに来てボケっとするのもいいなとかってですね、そんなことを思ったんですけど、なんかめちゃくちゃ忙しいんですよね。貧乏暇なしですよ本当に。金にならない、あんまり金にならないことでもせっせとやんないとね。そして小さいお金をかき集めていくという、お金を稼ぐというのは大変なことだというのを身に染みて感じる1年と、そこまで染みてないかな、まだでも割と順調ですよそういう意味でもね。なんだかんだ、まあ今ちょっとだいぶ下がっちゃったけどね収益。さあ、あの塔が見えてきましたね。この辺はガルパンの聖地エリアなんでしょうかね。ガルパンあんまりちゃんと見てないんで、ざっくりとは見たんだけど、シーサイドステーションでもねちゃんとなんていうんですか、営業が成り立ってるのは今日行こうとしてるお店と、その店頭に出してる店と、あとガルパンのグッズショップとあとなんか道の駅みたいなお土産物系の店舗がありますが、その3つぐらいしか、なんかあとはなんかレストランもねちょっと閉店してるっぽいですよね。この間行った時もなんかあれなんでやってないんだろうっていう、この間行った時もだから土日とかだったような気がするんだけど、なんでやってないんでしょ、なんだろうやってないんだろうって思った覚えがある。あ、フェリーターミナル行きたいね。ちょっとまたしばらくっていうか、やっぱりねツイッターとかでね、もう旅行してる人のやつ流れてくるとねすごい旅行したくなっちゃうね。暑い。さあ、じゃあ
着ですね。1時20分になるところ。マイワイ市場。そうですね。そうだそうだ。そこのとんかつ屋の隣の店はなくなってましたね。アートギャラリー盆栽パワーストーン、あ、ガルパンギャラリー、ね、あ、向こうだ、はい、楽しみました。今14時48分。あー美味しかった。ミックスフライ定食、エビも牡蠣も、牡蠣なかなか良かったね。あの女川で食べた牡蠣もうまかったけど、あれよりさらにでかくて、濃厚でしたね味も。まあ、どっちがうまいかって言ったら、まあ、どっちもなかなか構図つけがたいけど、ちょっと感じが違ったですね。なんかあの女川の牡蠣はうまみが濃縮してる感じだったけど、こっちの牡蠣はもう本当になんていう濃厚な味って感じで、すごい粒が大きかったですね。まあ、1600円の消費税で1760円まあいいお値段だけど、あとでっかいエビね、エビほんとでかかった、あれまあ納得かな、満足ですね。美味しかった、満腹になったし、あの牡蠣はすごいかったね。確かにちょっとね、文句をつけるなら一つね、ちょっとあのタルタルソースが少ないもっともっと山盛りにしてほしかったけど、あとはもう全然問題ないですねうまかった。さてじゃあね、あの出て早速なんですけど、すぐ駐車場に入って海岸に行きたいと思います。あとね、ちょっといろいろ中見て回ってのんびりしたんですが、ちょっとね暑くてね、暑すぎ、ちょっとやばかった、暑すぎて。ここでいいんだよな。ここだったら少しは近いのかな。あ、こうこの間来た時と同じじゃん。違うとこ行こうと思ったらね、まあいいかはい、じゃあちょっとねまた歩いて、海岸まで行ってきます。暑いです。手前で止めちゃったけど、ここも駐車場ですね。だからそこのとこまでは近くに止められたのに、わざわざ手前に止めたという
謎の行動に出てしまったけど、いや、とにかくね、がっちり寒くないように着込んできた結果ね、シーサイドステーションにいる間は暑くてね、しんどかったんですよ。かといってね、下を中に着てるやつを脱ぐの大変だからね。シーサイドステーションだって別に屋内じゃないんですよ。外でいたんだけど暑かった。まあ、こっちの方がまだね、少しマシかもしれないですし。はい、1年ぶり、大洗の海、海岸です。これマラソン、明日あんのかな、もしかしたら。なんか、スタートだかゴールだかみたいなゲートがあっちの方にね、ありましたんで。部活か、走ってるな。1年ぶり、北海道行きたい。これって展望台的な施設なんでしょうかね。入れるんだったら見ようか。あ、これ津波のための施設か。災害時外立ち入り禁止だって。つまんねえ、ケチケチしないで立ち入らさせてよ。あれですね、今側にもありましたね、こういうの。やっぱり災害時外立ち入り禁止になってましたね。じゃあここで休憩、ここで休憩します。暑い、やっぱり暑い。よいしょ、おやつタイム、おやつタイム、おやつタイムの時間です。タイムの時間っておかしいな。はい、海で食べるはチーズケーキ、資生堂パーラー、いただきものです。あと紅茶。あ、土曜日は散歩してる人がいて、また雰囲気がありますね。あっちではなんだか部活してる人かな、ね、いますね。サーフィンしてる人もいるね。まあまあの天気です。で、一応ね、海に波打ち際まで行っておきますかね。まあ、私が海まで来といてね、波打ち際に行かずに帰ることを心配する方がいるんでけどね、行きますよ、行きますよ。でもね、このツイッターには波打ち際の写真は上げずにですね、もう動画を見ながらですね、このまま帰るんじゃないかなってハラハラドキドキしておいさせておいて、そして実は行ってましたっていう、そういうエンターテインメントをですね、ちょっと演出していきたいと思いますね。普通行っちゃったらダメなんじゃないかなとも思うけど。あ、これなんだろう、自転車、すごい太いタイヤだ。ビーチ用の自転車だね。バイクではない、あ、違う、一輪車か、二輪じゃないな、これん、二輪か、一輪っぽいな。さあ、波打ち際まで来たよ。あー、海だ。潮の香り。
ーファーいるね、めっちゃいるね。サーファーいるじゃんって言ったけど、すごいいるね、いっぱい。向こうまで。そういう感じなんだ。こんな寒いのに。打ち際まで、あの濡れてるところまで、砂が濡れてるところまで行ったけど、全然波は来なかったですね。あんまりサーファーの人も波に乗ってなかったね。大きいのは全然来てない感じでした。さあ、じゃあ帰路に着きますね。こっちの駐車場の方が近かったよな。なんかわざわざ一番遠いところに止めちゃったみたいな気がする。いや、いい天気でゆっくりできましたね。もうなんならちょっと暑かったですね。やっぱり暑かったのもあるけど、やっぱりすごい厚着重ね着してることの、なんていうんですかね、窮屈さとか重さとか動きにくさ、結構疲れますね。上下4枚着てるからね。あ、でもね、1年前は なんかあんまりはっきりは覚えてないんだけど、まあ、海を眺めながらね、まあ、来るときちょっと言ったように、まあ、この後はよりゆっくりね、景色を眺めたりぼーっとする時間ができるかななんて思ったりしたこととですね、あとはやっぱり、もっとね、こう心穏やかにな暮らしになってんのかなっていうことを思ったような気がするんですよね。結構まあ辞めると、多分辞める直前というか、2月か3月ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その、まあ、別に何かね、辞めるまでに何か厄介なことがあるってわけじゃなかったんだけど、まあ、いろいろこうステップを踏んでですね、手続きをして、で退職に向かっていく中での、なんていうんですか、漠然とした不安とかですね、まあ、その先のことも含めてね、まあ、そういったこともありましたし、まあ、やっぱりちょっとこうざわざわした気持ちもあったような気がするんですが、まあ、それと比べるとね、確かに心穏やかに眺めて海を眺めれたような気はしますね。で、早くね、その退職してフリーな状態になって、何か縛られているものから解き放たれたいっていう思いがありましたけどね。と同時に、辞めてしまったらね、あとはもう何の予定も決まってなかったわけですよ。だからね、まあ何でもできるという、その金曜の夜のですね、土日はフリーだ的なのの拡大版ですよね。そういう感覚とともに、あ、でもまあそれはあったんですけど、いや、その一方でまあちょっとこう不安がよぎることもあるような、そんな感じでしたね。まあ今もね、まあそう大して変わんないっちゃ変わんないけど、まあ少し慣れてきましたかね、そういう意味ではね。やりたいことはいっぱいあるんでね、先立つものをなんとかして楽しみたいですね。なんかね、今でもね、まだなんか日々を、時間が経つのはちょっと早いんですよね。だからもう今日一日終わっちゃったみたいな、あれもやらなきゃいけなかったのに、これもやらなきゃいけなかったのにみたいな、そういうところがね、まだあるんですよ、不思議と。別にね、
期限がそんな決まってるわけじゃないし、やらなきゃいけないことそんなにないんだけど、だけどなんかこう、ああ今日こんなただ何もせず無意に過ごしてないで、あれ片付けとけばよかったのにとかですね、あの処理を しておけばよかったのにみたいな気持ちにまだなるんですよね。まだまだですね、まだまだ理想の状態にこれからを目指していくというかね。このあとちょっと昼間によってね、なんか寂しい公園があるんですよ、まあ、私が行った時にたまたま人いなかったからかもしれないけど、まあ、そこの公園でちょっとね一息入れてから、まあ、帰路に着くと、まあ、今も帰路には着いてるんですけど、まあ、ちょうどねそのただほとんど帰り道からそれないで寄っていけるところなんでね、そこに今これ昼間ですね。気温が今10度か、多分あそこの場所で、まあ、10度かプラスアルファあったかもしれないですね。いや全然寒くなくてね、っていうか暑くてあとなんかお腹がパンパンでねちょっと苦しかったんですけど、やっぱりね腰ゴムはちょっとね前のやつよりはもちろん大きいから緩いんだけど、それでもねゴムがちょっとね強いんだよね。強いから長くこうやって過ごしてるとちょっと締め付けが感じるね。やっぱりそして今さっきはねまだ暑かったんで薄い方のグローブをね今してるんですけど、まあ、昼間に行って行くところまでで多分そこからは厚いグローブにして電熱も入れて、電熱靴下も今日入ってきたんだけどまだねスイッチは入れてないんですよね。入りはねスイッチ入れていこうかなと思いますね。この日沼はシジミがいるんですかね、キスイコなのかな、キスイコじゃないよね、どうなんだろう。でもなんかシジミというとシンジコ、キスイコっていうイメージがあるけど、海と近いけどキスイコってほどではないような気もするが、どうなんだろう。そして茨城町、茨城県の茨城町なんですね。いやじゃあ、ね、今度その昼までねキャンプするにあたって料理をね何を食べ物どうしようかなっていうのを今ねちょっと考えてるんですよね。なんかこの現地調達でねなんかうまいものっていうのもいいんだけど、そうするといろいろ調味料とか調理器具とか、すげえスピードだったいろいろなパターンに対応できるように用意しないといけなくなっちゃうから結構大変な気がするんだよな。さあじゃあね、公園、夕日が綺麗なんじゃないかなっていう気がします。まあそんな時間まで、ね、いないけどね、そんな時間までいたらまたもう帰り寒くてしょうがないってことになっちゃうから。こう、あ、土手が作られてるね、工事、あら、工事してるね。あらま、私が休憩しようと思ってた場所が工事してるから反対側に行きます。反対側がっていうかね、ここじゃないんだよね、正しい駐車場は。ここを曲がって、こっち側に駐車場があるんだね。普通に公園を、ね、目的地に設定すると、あっちに行かされちゃうんだけど、ちゃんとあるじゃん。はい。ここです。
望台行ってもそんなにいい景色ってわけでもないし、椅子もないんで、ここ、あ、こっち側が見渡せるじゃないですか。日陰側になっちゃうけど、まあ適当にちょっとね休憩して、帰りますかね。あ、やっぱあっち側の方がいいね。まあいいや、今日はこっちはこっちで。キャンプ場がちょうどあそこだね、多分あの辺でしょう。対岸、キャンプ場です。あ、じゃあ次ね、あそこでゆっくり楽しみたいと思います。ちょうどあれですね、朝日も夕日も当たるいいキャンプ場じゃないですかこれね。良さそうです。結局こっちまで歩いてきちゃった。筑波山とか、あっちの山はなんだろう、万体山とか見えんのかな。ちょっと微妙ですが、筑波山は見えてますね。いや、いいですね。静かですし、波が静か。はあ、こんな感じで今日明日のキャンプもなかなかないっすかもしれない。今日キャンプしてる人はラッキー。あそこに鳥居があるのはなんでなんでしょうね。さて、じゃあ帰ります。1時間27分、17時42分着ということで、今16時16分ですね。楽しみました。まあ、こっからも楽しみますが、大洗に行って、そしてシーサイドステーションでね、うまいものを食べるというツーリングをですね、できましたので良かったです。近いうちにですね、キャンプ場に、対岸のねキャンプ場でソロキャンプしたいと思います。ここからはフル防寒で行きます。今靴下とグローブ、電熱マックス、そして上下の電熱も入れて、グリップヒーターも入れました。10度ぐらいですけどね、まだ全然寒くはないんですが、ここからどんどん気温が下がっていくと思いますので、暖かく帰れるかなと思いますね。でもはい、ということで、まだ太陽の高さもまあまあありますね。いいですね、日が長くなってますね。確実に16時18分でこの太陽ですから、はい、じゃあ帰り道もね、ツーリングを楽しみながら安全に帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。